どうも、みぞんこクラブの溝口です。本日の動画は浮か生体のサイズを測定していきたいと思います。2回続けてね、着弾が、あったんで、そろそろね、生体の動画上げないと何やってんのって言われそうなんで、浮かした生体をまだサイズ測ってないんでね、お見せしながら計測したいと思います。それでね、浮か生体なんです。これはギラファのメスですね。はい、これもう浮かしてからもう2週間ぐらい経ってんのかな。もういい加減ね、こんな感じ、もうねオアシス破壊してこんなところにいるんだよね。なのでやばいんで、もうこのオアシスは廃棄する予定です。でこれ、これはねサードさんのねワイルド F8、かなりルビで進んでんだけど、これが浮かして露天掘りして様子見てたんだけど、ほらなんか見えるかな、いるでしょ、なんかね完品っぽいんで、これも出していきたいと思います。それで3頭目はね、これは心拍の B ラインで、ツイッターで言ったのかな、羽パカでね、羽がね、下肢がねちょっと収まらなくて、先日切って、落ちるかなと思ったんだけど大丈夫そうなんで、サイズを測っていきたいと思います。はい、それじゃあね、どうしようかな。まずギラファからいくか。ギラファメス結構いいサイズだ。ギラファのメスってあんまりサイズ出ないんだよね。50ミリいってれば御の字って感じ。はい、ゼロ。じゃあ測ってみましょう。結構いいよね、50はいってると思うんだけどな。動くな、頼むよ。感じかな、ケツが当たって、ちょっと顎が当たってね。はい、51.3。 はい、立派ですね。ということでこのメスはこれに入れていきます。ちょっと待って、ここにいてください。はい、よし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 ってやるとね、誰か喜ぶ人がいるんだよね。また撫でてるよとか言って、どうしてもね生体見ると触りたく、撫でたくなっちゃうんだよ。 51.3、 5月末だね。2021年5月末。いや、よかった、 51.3。 これギラがね、去年もギラはね浮かしてサイズ測ったんだけど、確かね一番大きかったのが 50. いくつだから、これはねうちのねギラファのメスのレコードですね。はい、よし、ちょっと待ってね。ね、もうちょっとしたらゼリーも食べてくれるんじゃないか。ただね、オスがね、まだね、幼虫やってる。全4だったのかな、一番早いのが。それまでは、ちょっとおとなしくしといてもらいましょう。はい、51.3 ですね。はい、これはちょっとここに置いとこう。はい、それではね、あれ？あ？どういった？これスプーンがない。スプーンがないぞ。あ、これでいいか。ちっこいスプーンでいいや。はい。佐渡さん、新潟県佐渡さんのワイルド F8 メス。12月8日に800にいて 9.3g ラスト。そんな大きくないね。まあ、ワイルドだしね。サイズじゃないんだよね。出てこい、出ないんですね。出てこいや出てこないやって言うとまた誰かが喜ぶ。
よいしょ。ここまで来てね、傷つけたくないよね。よいしょ。お元気元気。あ、出た。Aサイズ。ちっちゃいね、やっぱりさっきのに比べると。ギラワに比べると。はい。かわいい、完品のメス。お落ちるなよ。はい、かわいい、完品のメスですね。はい、ゼロ。これ、おとなしいから大丈夫そうだね。もうちょっと頭上げて。40いってんのかな？こんなもんか。もうちょいか。いや、当たってる。当たってる。お、それでも 44.4。ね。十分でしょう。ワイルドからの類例だから十分。44.4。どれだ？あ、これだ。2021年、これはね、6月頭なんだ。6月、ショート。44.4mm。え、これですね。44.4。おお何やってんだよ。これが言ってるよ、ギラワが。大丈夫大丈夫ですか。ちょっと待ってね。ギラワちゃん大丈夫大丈夫かな。よいしょ。はい、ちょっと事故りました。これどういうのかな。これ無理や。はい、44.4 のこれね、ラベル上に貼って。あれ、よいしょ。はい、じゃあメス、はい、投入。まだね、ゼリーは食べないと思うけど。はい、2投目完了。はい、これ邪魔。これも邪魔。はい、これも邪魔ですね。ちょっと並べますか。それで問題のちっこいね、これはね、心拍の B ラインで1月20日に 12.4 メスかと思ってたのがオスだったってですね。しかもね、チビのくせに羽パカ。はい、ちょっとショックだったね。生態ですね。はい、これね、羽はね出てたから切った。ちょっと待ってね。で、これが例の、見えるかな。見えるよね。ピンクアイ、ピンクアイなんで、もうチビでもね、類大に使っていこうかと思ってます。なので、羽切って落ちたらちょっとショックだったんだよね。でも大丈夫そう。ゼロ。ほんとチビだよね。こんなもんかな。顎開いてないから、こんなもんだね。うん、小さい。66.7。うん。まあいいでしょう。まあ大事なピンクアイなんで、このまま育ってか餌を食べてくれれば OK。マジックとかだったら 66.7。 ちょっと待ってね。これも5月末。66.7。はい、こんな感じですね。それで心拍なんだけど、今のところね、なんとだっけな、9頭ぐらいピンクアイが出てるのかな。うん、で残りがね、いよいよね、
25mW の心拍のオスたちが続々と羽化してくるんで、もうそれに期待だよね。うん、できれば完品人工愛で出てほしいと思います。それで次回の動画なんですけど、どうしようかな。割り出しとかね、もうあるんだけど、割り出しね、時間かかるんだよね。ね、坊主だとすぐ終わるんだけど、10頭20頭取れてくるとね、時間割るのに時間かかるし、編集も時間かかる。これは何かというと、これはね、ゆめちゃんとバトルした紫紺の虹色メスコンギのね、もう出してもいいのかな。ちらっと見たらね、どこだっけな、メスに壊れちゃったかな。あ、ここにほら幼虫が見えるんですよ。なので、あ、でもこれじゃちょっとちっちゃいかな。うん、この辺りもね、割り出しっていうかね、掘り出しの動画上げていきたいと思うんで、続々と虫の動画を上げていきたいと思ってます。あとなんだ、うん、他にもね、いろいろあるんだけど、なかなかね、やることが多くて手つけられない状態です。はい、それでね、こっちに、ここに、あ、見えねえか、見えるかな、よいしょ。これね、これはね、今ね、マナドヒラタのセット組んでます。このマナドヒラタがの幼虫の取れ高によって、今年は、言っちゃっていいのかな、今年のなんだっけ、忘れて、ドリームビジョン夢旅路とのバトルに使いたいと思ってます。うん、これが取れなかったら、うーん、オークワかな、うん、取れたらマナドヒラタでバトル、取れなかったらうちのオークワ、奈良輪か椿か、そのあたりでバトルしていきたいと思います。まあね、ね、虹色では俺の余裕勝ちだったんで、まあ今年も次回も俺の勝ちは目に見えてるんですけどね。ということで本日の動画は以上です。バイバーイ。